林平野は、金伊佐尾の武卿小説、秘極笑い合高校に登場する重要人物の一人。林平野は、福建の復讐府にある、福井評局の御蔵師として生まれた。女性のような、美しい顔立ちで、もともと正義感のある性格であったが、武芸の腕前は凡庸であった。青城派総帥のあまり爽快の息子、四人子が、酒場の女性に無礼を働いたことに腹を立てて、 喧嘩になり、彼を殺害してしまう。これを口実に、青城派は、福井評局を襲撃し、林家の家人を、ことごとく殺害していく。実は、これはあまり爽快の策略であり、復讐に侵入していたのが、四人尾子だった。その目的は林家に伝わる、無敵の憲法、壁者憲法を奪うことにあり、四人尾子はそのために必要な犠牲であった。 予想会の襲撃で父母を失った林平野は、成行きから火山派の武府軍の門下となり、予想会への復讐を誓う。だが、武府軍も、壁蛇憲兵を狙う一人であることは知らなかった。もともと御蔵氏のため剣術は凡庸だが、武礼さんが世話を焼くうちに二人は急接近していく。武礼さんの思いは、霊狐沖から林平野へと移り、 二人は恋仲になって、ついに結婚する。だが、強い復讐心から、禁断の憲法、壁者憲法を完全な形で習得してからは、竹霊さんへの思いは消えてしまい、冷酷な性格へと変貌を遂げ、ついには竹霊さんの命を奪ってしまうことになる。竹霊さんが、霊狐つねを起きに残した遺言により、生命までは奪われなかったが、 結局は悲惨な末路をたどることとなる。最後まで復讐に取り憑かれた悲劇の男である。ありがとうございます。